どうもマルベリーでございます。久しぶりにゲーム実況収録していきたいと思います。本日はファイナルファンタジーグランドマスターズという2015年10月1日の、14時に配信開始になったばかりの最新作のようでございます。まあ、ファイナルファンタジー世代の私たちとしてはですね、期待の、MMO っぽい情報では FF みたいなので、ちょっとですね、スマートフォンで楽しめるファイナルファンタジー、これのなんていうんですかね、新しい時代が来たんではないかと前置きはさておき、いきましょう。スタート。さあ、ユーザー名を入力。マルベリ。 OK。 ひらがなマルベリ。通知はしない。来た。さあ、どうにある。種族を選択してください。種族や髪型は後からも変更できると。ヒューム、バストゥークをはじめ世界各地で最も人口の多い種族、知恵深く技術に長けている。新興国家であるバストゥークを他国に引けを取らない王国として成長させたのはヒュームとガルカの活躍が大きいらしいです。音大丈夫か。大丈夫そうだね。で、ヒュームの女性版。お、タルタル、タルタルソースタルタルソースウィンダス、あ、これコメント変わんないよね。あ、このヒュームは変わんない。タルタルの男性版、ウィンダスの主要構成種族。見た目は小柄で子供のように見えるが年齢とは関係がない。かつてウィンダスが戦火によって滅びかけた時も彼らの努力と勤勉さから復興に時間はかからなかったらしい。で、これタルタルの女性ね。はい、次。お、来た、エルフ系だ。エルバーン、サンドリアに城を持ち独自の騎士団を形成する誇り高き民。長身ですらりとした体育でいいのかな、体つきを持ち読み方が違うけどね、尖った耳が特徴の種族。何者にも打ち破れぬ信念と誇りに裏打ちされた生活、わかんない、顔つきをしている、はい、これエルバーンの女性版。そしてガルカ、でかいガルカ。元は遠い都の住人だったが、獣人に都を滅ぼされ各地へと移住した種族。大部分はバストゥークに根を下ろしている。強靭で見事な体が、生み出す腕力でヒュームと共に数々の鉱山開発に貢献してきた。これ書いてたね最初ね。お、ガルカは男しかいないんだ。両生類ミスラ、タルタルと共にウィンダスに住む女ハンター。あ、これハンター系ね。ハンターならではの、敏捷な聴力を象徴するような耳とバランス感覚を一層確かにする長い尻尾が特徴。いたずらっぽい表情が好奇心の旺盛さを、表している。あ、これで全部だ。うわ、迷うな。ヒュームがやっぱレギュラーだけど、でもやっぱエルバーンがなんかシュッとしてていいのかな。エルバーンにしてみます。エルバーンを選択してゲームを開始します。よろしいですか。はい、さあ、まあ、久しぶりにね、本日、収録をやっていて、ツイキャスでも同時に放送してまして、収録久しぶりだねというふうにコメントいただいてましたね。さあ、サンドリア郊外。お、もういきなり鎧着てんじゃん。なんか鎧着たら変じゃね？ちなみにこれ縦スクロールなんですね。さあ、おい、そこの者、こんなところで何をしている。クリルラ、言いにくいな。見ての通り、今は我々サンドリア神殿騎士団がモンスターとも相手にしている最中だ。思った以上に数が多くてな。ここから東に行けばサンドリア王国だ。ここは危ないから早く王国まで退避するんだ。斧かよ。何、加勢するだと。もしかして君は冒険者なのか。しかし我らが、騎士団が、あ、我らが騎士団が一階の冒険者の手を借りるわけには。いや、今はそんなこと言ってる場合ではないか。よし、今から君に戦い方を教える。まずは周囲にはびこるモンスターラビットを倒してほしい。頼んだぞ。ラジャー。さあ、ここで戦闘チュートリアルっていう感じですね。ローディング中、チョコボがねぴょこ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 動いてるんですけど。さあ、クエストスタート。まずフィールドの歩き方、フィールドを歩いてラビットと戦ってみよう。お、ちっちゃい。あ、なるほど、これ
戦闘は、こう戦闘フィールドっていうか戦闘シーンになるんだ。戦うのをコマンドでラビットを攻撃してみよう。コマンドが出てる。戦う。プシッで攻撃を受けた敵は仕掛けたプレイヤーを優先的に狙ってくる。 なるほどね。タゲってくるってことね。お、なんだ、アビリティを使ってみよう。アビリティ発動、レイジングアクス。いいね。テリリリリリリテリリですよこれ。バトルリザルトゼロだったんだけど、アイテムとかももらえなかった。まあチュートリアルだからってことでしょう。無事にラビットを倒せたようだな。武器の扱いも様になっている。でもびっくりマークが可愛いなこれ。わー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 、暴れだ。暴れ馬、暴れ馬じゃないな。く、獣人オークどもめ、こんまだこんなに残っていたか。頑張るのか。おい待て、やつらはラビットにはいかんぞ。一人で無茶をするな。その装備で行くには危険だ。あの武器を貸してやる。お、武器貸してくれんの、なんかかっこいいね。エルバーンは斧なんだね。よっしゃ行こうぜ。タップして、総攻撃力とか出てた。880なんとか。最初から強くね。アビリティは TP を消費して発動するんだと。よっしゃ通常攻撃17、全然効かねえじゃねえかよ。いやー、武器にはアビリティが宿っていると。なるほど、その武器によって違うアビリティがある。おお強っ。全体攻撃で999、強すぎだろ。クエストクリア。あ、動ける動ける。クエストクリア、報酬チュートリアルクリア。クリスタルっぽいのが 1000、ゴールドが1万。このクリスタルは何、ガチャ系かな。いやー、なんか斧の戦士微妙だな。あのオークたちを一人で倒すはなかなかの腕前だ。君はただの冒険者ではないな。しかし君のその勇敢な姿勢は評価するが、一人でできることには必ず限界が来る。一人ではかなわない強大な敵は他の冒険者と協力して戦うことも必要になる。覚えておくなだぞと。よし、オークどもを一時撤退するようだな。ひとまずはサンドリア王国へ戻ろう。君も来るといい。なんかこのクレルラだっけの戦士系の方がかっこいいな。戦士系っていうか剣士か、剣士が良かった。どっちかというと。でもこれ選べないのかな。このアイコンから冒険に旅立とう。最初はみんなこの状態なのかな。おお、これがデフォルト画面、ホーム画面みたいな感じ。まずはクエストを選択しろと。なかなか作り込んでありますね。自動系じゃなくてよかった。ちゃんとコマンドで戦うタイプだったし。あ、これ飛空艇じゃん、懐かしい。冒険の始まり、ストーリーを見よう。すぐに出発と。これクリスタル100個もらえるらしい。単位が分かんねえな。1000個とか100個とか、そんなもらっていいのか。さあ、これがサンドリア城ですか。みんな耳長いぞ。同じ種族だ。あ、こいつも耳長いじゃん。おお、マルベリではないか。さっきはご苦労だった。サンドリアの街はどうかな。そういえば自己紹介まだだったな。私はこのサンドリア王国で神殿騎士団長を務めているクリルラね。クリルラだ。君はなかなかいい腕をしているな。このサンドリアではまず見習い冒険者として登録し、国のために力を振るってみないか。うむ、良い働きに期待してるぞ。先は長く厳しいが、君たち冒険者一人一人の活躍に我らが、サンドリア王国の栄光がかかっているのだと。まずはサンドリア城下町で、町の人の依頼を受け、冒険者としての経験を積むと良いだろう。君の活躍次第では王国から正式に依頼を出すこともできるようになるかもしれない。サンドリアには多数の冒険者が登録されている。一人では困難な依頼でも彼らと協力すればきっと大切できるだろうと。ところで君はジョブに興味はないのか。せっかくだから多くのジョブを経験して生き方を見つめ直したらどうだ。なんだか哲学的になったな。多くのジョブがあるが戦士は扱いやすいかもしれないな。武器の扱いに精通する接近戦のエキスパートだ。仏教に特化しているが魔法は低い。文句は肉体を鍛錬して、あ、だから変えれるのかな。食鋼と貸し、武器とも格闘のエキスパートだ。汎用でいいのか。汎用な武器も高い格闘技術で能力を最大限に引き出すことができるのだ。白魔導士は治療や回復等の支援魔法を主体とする白魔法のエキスパートだ。
特攻にかけるが装備品によっては強力な攻撃魔法も覚えることができる。白魔同士は面白そうだな。シーフは正面から堂々と戦うより敵の行動を妨げたり敏捷性を生かしたりすると。最初は突っ込むことはできないが専用のクエストを受ける。ああなるほどね、ジョブクエストがあるっぽいね。ジョブは変えられるっぽいっす。おお、ジョブが解放された。ジョブリリース。ってことはこれいろんなジョブが解放されていくってことか。すげえなこれ。モノマネ師とかあんのかな、すっぴんとか。ファイナルファンタジー5の世界。さあ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 、チュートリアルはまだ続くのかな。おっと、画面が真っ黒だぞ。動かない。処理落ちしたか処理落ちしたかこれ。え、どういうこと、もう一回同じの受けれんのこれ。ジョブが解放された。あ、なんか進んだぞ。え、どういうことこれ。2回やんなきゃダメなの。ここがジョブを変更する画面だ。自分の好みになったジョブに変更してみようと書いております。これが戦士、これが文句、白魔導士、黒魔導士、シーフ。戦闘力文句かシーフが高いな。じゃあシーフにしよう俺。シーフに変更。新しいジョブについたと言い忘れていたが、ジョブを変更する上で注意するべき点があると。物理系の装備品は装備可能と、魔法系の装備は魔導士が装備可能と。新しいジョブになるとそのジョブに適した装備品が変わる。今変更したジョブに最適な装備品を身につけてみようということで、装備選択画面に行きますね。うん、なんだこれ、おすすめ装備をまず押してみようと。はあ、装備が自動で変更されたぞ。慣れてきたら個別に装備を変更しようと。今後クエストで武器を入手したら開いた装備枠に装備してみようと。さらに強くなるはずだと。ちょっとなんかいでたちダサかったですね。まあいいでしょう。多分まだチュートリアル続いてるっぽいですね。ここすぐに出発。なんか今ルームを選んでとかって、ルームってなんでもないです。ルームを選んでってあったけど、なんだろうあれ。パーティーとかで行くときってことかな。フレンドとルームを指定できるみたいな感じかな。ランクについて、クエストを進めることで上昇すると。さあクエストスタート。ちっちゃいな、キャラクターがちっちゃい。アラビットいる。あ、なんかいたぞ今。 NA ってなんだ。あ、あれか、あのオンラインプレイヤーか。なんだ、入ってきた。なんか入ってきた、勝手に入ってきたなんか勝手に入ってきたぞ。あ、なんかいるいる、いっぱいいる。アビリティを解放しよう。え、あ、なんかいっぱいいるぞ。アラピッドまたいた。よし、行こう。これまた勝手に入ってくるのかな。あ、間違った。騙し打ちとかおっしゃった。普通に攻撃したい。戦う。あ、これ攻撃ターンが溜まるの結構時間かかるね。ドキャン。あ、入ってきた。アリス。総合戦闘力1653。強っ。あ、でも俺の方が HP ある。でってでー。これはもう勝手に入ってくるスタイルなんだね。あ、ここでやってるやつに入ればいいのか。やってるやつに入れば入れるんだ。よっしゃ。あ、クエストクリア。謎。クエストは何だったの。何をすればクリアだったのか分かんない。まあいいや、クリアしたから次に行けばいいの。クエストクリア55秒とかなんかいろいろ書いてるけど、これどういうことどういうことエリア。え、最初のところに戻ってみるか。クエストクリアまであと40秒ってことなのかな。え、戻れない。あ、え、なんだこれ。あ、びっくりした。え、ここはどこなの私は誰？あと20何秒で終わるってこと？うわ、なんだこれ、シープ。ちょっと入ってみようぜ。あ、入れない。入れないぞ。もうクリアしてるからってこと？
あとはもう時間を待つ。時間が来るまで待てってこと？ B。これ入れないでしょ。あ、もう倒しちゃった。ゼロ。よし。は？この何？ この1分間は何なんだろう？何かできんのかな？お、レア。なんか鎧もゲットした。ランクが2になった。TP ってなんだろう？テクニカルポイントかな？メインクエストクリアでランク TP が上昇。TP ってなんじゃ？ TP ってなんじゃ？強いアビリティを連発しよう。あ、でもテクニカルポイントっぽいね。アビリティを使うためのポイントだ。ジョブの心得が解放されました。はあ。まあこれまだでもこれしか選択できないね。じゃんじゃんやってみよう。 スキップがある。新しいジョブを試してみたくなったが、ジョブの力を引き出すには2つの方法がある。まず1つ目はモンスターを討伐してジョブ EXP を獲得することでジョブレベルが上がり、新たなジョブアビリティを覚えていく。それとそれぞれのジョブに必要な能力がおのずと伸びていくだろう。そしてもう1つはアビリティが秘められた武器や防具を使いこなすことだ。そうだな、マルベルには見込みがある。手始めにこの私がそれぞれのジョブについて心得を教えてやろう。心得を教わりたいジョブにチェンジして私のところに来ればいい。いつでも相手になるぞ。はい。これジョブいきな変えれるんだ。ジョブを好きなものにすぐ変えれそう。え、これで終わり？ジョブクエが解放されたと、ここでは強力な武器が手に入るんだらしいです。ジョブクエで強力な武器を獲得しようと。戦士の心得とかいろいろあるけど、これはどうしたらいいんだろう。とりあえずシーフの心得。え、ナイトってあるよ。ナイトがいいんだけど。どれで変えるんだ。キャラとかで変えれるのかな。アバター、メインジョブ。あ、メインジョブ。あ、これ解放できない、ナイト。解放条件があるみたい。文句。戦士。次、文句やってみようかな。文句に変更。え？あ、取得アビリティとか書いてあるけど。ちょっとまだよくわかんないけど。まあ、変更してみよう。はい。変更後、装備画面に移動。おすすめ装備。変更。かっこよくなるかな？え、微妙なんだけど。微妙。1個前、あ、これか。シーフでいいわ。あれ？なんか変なとこまで戻っちゃった。キャラ。なんや。メインジョブ。シーフ。変更。OK。おすすめ装備。変更。OK。で、なんかこれ、ホーム画面もういきなり触れるんだね。プレゼントっていうのがある。ほう。あ、でも受け取りが、期間があるから一括受け取りしとこうか。チョコボミトンっていうのが、チョコボ装備プレゼントだって。一括受け取り。あとはお知らせ、ガチャとかなんかいろいろ書いてるね。強化ガチャ、強化キャンペーン中。おお、モグリ。ああ、装備品の構成とか。これでもチュートリアルで教えてくれないんだよね。あ、マテリアっていう存在もあるんだ。ガチャは。無料ガチャあるでしょ、絶対。ジェム？あ、あのクリスタルっぽいのがジェムなんだ。ギルガチャとかなんかある。初回 S ランク確定だって。あ、これで、あれだ。これシーフ専用とかってことでしょ。かっこいいな。トワイライトナイフ。10月の6日まで。まだ5日もあるじゃん。まだいいな。エフェメロンとか。なんだこれ。めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。この斧超かっこいいな。いや、でもシーフが一番かっこいいな。トワイライトナイフとか言って。欲しいな、これ。初回 S ランク確定で1回回せんでしょ。回してみて。まあ、それはまた。次回の収録にしましょう。で、なんだっけ、クエストに行って、で、ジョブクエストが解放されたと。で、シーフの心得をやってみよう。シーフの試練。すぐに出発。これをやれってさっき出てましたね。探検の扱いには少しは慣れたか。あ、
あれ、クリルがシーフになってる。盗賊の技術を戦闘に転用し、素早い動きとトリッキーなアビリティを駆使して敵を翻弄するジョブといえる。つまり正面から堂々と戦うよりも敵の行動を防いであれアイテムを盗み取ったり敏捷さを生かして戦闘支援する、いわば戦術のエキスパートだと。探検を身につけることで習得できるシーフの基本的なアビリティについても教えておこう。騙し討ち。何それ。騙し討ちは自らの攻撃による敵対心を味方になすりつける。あ、なるほど。防御力の高い味方に騙し討ちをすることで敵を翻弄し、敵の目を欺くことで防御力の低い味方をカバーできる。よくわかんねえな。使い方が微妙です。微妙。不意打ち。絶対クリティカルが上がると。不意打ちは敵の意表を突くことで次の攻撃がかかる。これいいね。強力な攻撃アビリティを合わせて繰り出すことで敵に、あ、アビリティとさらに組み合わせるとでかいんだ。盗賊らしくトリッキーな戦法で相手を翻弄しつつ、うまく敵対心をコントロールするのがシーフらしい戦いと言える。まずはこの試練を熟して慣れることだ。いずれ盗賊らしいアビリティも身につくだろうと。敵を欺くことを忘れるな。なんか騙すみたいで嫌ですね。これで終わり？これで終わりかよ。シーフの試練2が出た。あれ？でももうここからはナビゲーションがないから好きなようにやってくださいって感じか。なるほどね。クエストがこのロンフォール森林の、さっきなんだろう、ああなんか解放されてる、冒険の始まりとかジョブの心得とかで、火打ち石の調達が次のクエストみたいで、イベントっていうのはなんだろう、風のダンジョン初級とかっていうのがある。じゃあクエストイベントジョブ、あ、クエストジョブクエストまでやったからイベントをとりあえずやって、まず1回目の収録としましょう。風のダンジョン初級、総合戦闘力が1500以上、私あるのかな。エアエレメンタルを15匹倒そうと。制限時間60分、2回敗北すると失敗。 OK、 初級だからね。1500いってんでしょ、総戦闘力っていうのが、なら大丈夫でしょ。クエストスタート。本当に言ってんのか。え、ちょ待って、なんか強くね。エレメンタルがいるよ。え、みんなで行け、みんなで行こうぜ、みんなで行こうぜ。よしよしよし、いいな、これいいね。みんないっぱいいるから、よし、戦い。あ、死ぬって、死ぬわこれ、死にそうやわ。死んだわ俺なるほど、これはまだだな。だって強いもん、みんな。私の総戦闘力はいくつなの。なんで私だけ死んで、みんな強い人に攻撃がいかないんだ。騙し討ちをすればよかったのか。私は騙し討ちをすればよかったのか。やっちまったぜ。で、あれか、シーフだから攻撃が早いのか。これさ、死んだらずっと待ってなきゃいけないよ、戦闘が終わるまで。長えな。おーおお、ダンシングエッジ。ダンシングなんとかってあったね、確かに。これは何？死んでたらこれ多分何ももらえないんでしょ？あ、なんかもらえたわ。死んでもなんかもらえんだこれ。なんかみんな装備が全然違うもんな。ジョブレベルアップだって。え？これは本当にこのままやってていいのかしら？グーフ、シーフじゃなくて、エレメンタルなんとか。いた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 。入っちゃった。騙し討ち。強いやつ。この人。騙し討ち。騙し討ちしてればこっちに来ないでしょう。ハイパーエッジ。うわ。よしよし、いいぞいいぞ。今度は死んでない。フェイント。フェイントは何だろう。あ、回避ダウン。
よしよし、死んでないぞ。いいぞいいぞ、やれるじゃねえか。騙し討ち、この人騙し討ちして、こっちに来ないで。よーし、いいよいいよ。ハイパーエッジ、よし、いいよ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 。お、倒した。今度は生きてるぞ。あ、これ死んでても生きててもやっぱジョブとギルはもらえるんだ。ジョブレベルアップすぐすんな、おい。シーフはダメだ。これ間違ってタップしそうで怖いね。おっ、ちょ、こいつじゃないわ。なんとかエレメンタル、どこにいる？エレメンタル、エレメンタルいないぞ。こっち側には人がいない。あ、いた。あ、ちょっと待って、危ねえ危ねえ、入るとこだった。ここにいるんだけどさ、誰も来てくんないね。誰も来てくんないぞ、これ。あ、いたいた、エアエレメンタルいるよ。みんなで行こうぜ。やべ、あ、入っちゃった。やばいかも、やばいやばい、一人だ、逃げれない。やばい、死ぬ。お、来た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 、魂打ち。おっ、ねえ、おい、来た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 。あー、死んだ死んだまあでも、あ、でもこれラストヒットとかが影響するのかな。もう死んでてもこれクリア対象にならないくね、多分。しかも2回死んだじゃん俺、これ条件失敗じゃね。条件失敗系のやつじゃないこれ。ずっと待ってないと。でもちょっとこれイベントはまだ参加が早かったってことか。すぐ死んじゃうもんね。でも周りに強い人がいれば全然いけるんだね。金エッジ強っ。なるほど。あれでも失敗にならないね。失敗にはならない。ちょっと怖いなこれ。もう勝手に入っ行ったら入っちゃうからな。でこれエリアワールドエリアダイレクトってなってるけど、ワールド押すと何？助けて言うてるよ。エリア、あ、ワールドって、あ、ここチャットか。名前変えたいなんかめっちゃ言ってる。頑張って出たとか、これチャットがここに出るんだよね。 ランク2の人とかもでもいるな。これ何、オートオン、あ、オートっていうのもあんの。なんだこれ、どうやってこれ出るんだろう。メニュー、ああこれエアーエレメンタル15匹倒そう。あ、敗北っていうのはあれか、戦闘に敗北したら、だから別に自分が死んでもいいんだ。でこれは何回でも参加できるのかな。まあ一回リタイアしよう。クエストフェイル、これクエスト失敗してもギルとか経験は入ってるっぽいね。なるほど。まあということでございました。クエストイベント、ジョブクエストと、あとまあ、なんだろう、アビリティじゃない、ジョブか、ジョブと装備とか、最初のチュートリアル的なものを、今回は試してみました。一回ホームに戻ってみようか。はい、ということで、まあ、非常に、操作しやすいと言います。まあ操作しやすいっていうか、ちっちゃいからね。操作しやすいっていうよりかは、なんかこう FF の世界観を楽しめる感じはちゃんとあったかなと思います。まあ、あとはね、こうやっていく中でさらなる面白要素みたいなのがなんか出てくるんではないかなと。まあでもね、ちゃんと MMO っぽさもあるし、RPG 感もしっかり出てて、まあ、期待を、なんて言うんでしょうか、裏切らない感じの策に今回はなってるんではないかなと思います。ということで、まずは、ファイナルファンタジーグランドマスターズ第1回ということで、まあ、久しぶりにシリーズものでね、収録をやっていこうかなと思っておりますが、続くかどうかはわかりませんので、ご了承ください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。